はい、ちょっと余ってた弦を張ってみました。下がこれ実はちょっとナイロンっていう不思議なやつなんですけど、普通アコギにはねこの張らないんですけど、なんかボールエンドナイロンって言って下にこの丸がついててアコギにも張れるナイロン弦っていう不思議なやつですね。これでチューニングもちょっといじってます。上からミーラ太弦2本ミーラーで、この真ん中がまたミですね。で、C で最後またミですね。ミーラーミーシーミっていうミーラーミーシーミ、まあ、何も押さえなくても結構今おしゃれな感じですね。あとこれ下は適当にこうやって右手でパラパラやりつつこんな感じで上のベースラインだけに動かしてもなんか雰囲気出ますよね。これでもう今5弦で弾いてますね。琴の葉を紡いでまどろんだお高田、旅人迷い込むおとぎの深い霧、求め探してさまよってやがて歌われて、幾千幾万幾億の旋律となる、いつか失い奪われて消える定めでも、それは忘れられることなき物語。はい、今もうずっと左手指一本だけだったんですけど、いい感じですよね。ちょっとこういう変わったことしてみるのもおすすめです。